皆さんおはようございます、ペリディストす,うおはようですいや。早朝から凄まじいものをまた見せていただきました。まあ、本当に昨年のカタールワールドカップでも日本代表大躍進、まあ、そしてベスト8という新しい景色は、えー、見ることはできませんでしたけれどまた別の、まあ、ドイツ、スペイン相手に勝ったということでまた違った、えー、別の新しい景色を我々に見せてもらいましたけれども、まあ、本当に いい新たな時代がやってきたなと思わせてくれる今朝の日本代表の大躍進解消でした今回は国際親善試合のドイツと日本の一戦についてお話ししたいと思います結果は1対4アウェードイツの地でドイツを相手に今、まあ、1対4の解消日本代表が飾りましたブラすごいすごすぎる まあこの勝利解消についてはマグレフロックといったね、表現が全くできない、奇跡という表現もできないでしょうというぐらいに、まあ間違いなくえフリック監督がもう崖っぷちに追い込まれているドイツ代表、本気で来たのは間違いないですし、まあメンバー構成や、まあここに来て、君、火を右サイドバックに置きながら偽サイドバック化する可変システムのところもそうですけれども、まあ本当にフリック監督からすると排水の陣で臨んだ日本戦だったと思いますし、まあそれだけ本気度の高いドイツを 相手にできたという意味でも非常にいいマッチメイクだったと思いますけれども、まあ、そのドイツ相手に真っ向勝負対等に戦いそしてまあ全ての局面で日本代表がこの試合は上回ったと思いますし、まあ、もちろん試合展開としては日本、彦ジで4 4 2で構えましたので、まあ、ドイツの方がボールを持ち持たされる展開となりましたので、まあ、試合のスタッツを振り返っても平− 68%のドイツの保持率に対して日本は32%止まりとなりましたけれどもこのシュート本数見てもらったら分かるように日本の方がシュート本数でも枠内でも圧倒しましたのでやはり日本のゲームだったかなという,ふうに思います、まあ、加えてカタールワールドカップの時のまあ引き込んでのロングカウンターそしてねかなり低重心のんびきの守備とは違って日本代表この日はしっかりと中盤セットというよりもある程度ね前線で制限をかけながらのハイプレスハイラインをうまく実行しましたのでまあやはり今日の板倉富安の 2センターバック、まあ、対人能力の高さ、それから、まあ、カバーエリアの広さ、何よりスピード、まあ、やっぱりプレスバックする時のスピードは、まあ、前半終了間際の座念、えー、の侵入に対する冨安の対応を見ても、やはりこの2人のセンターバックであれば、かなりハイラインを、えー、維持できるなというところも、ね、明らかになりましたので、まあ、そういう意味でもカタロールワールドカップの時から日本代表、また進化した、えー、サッカーを本当に披露してくれたと思いますので。 まあ本当に内容的には解消じゃないかなというふうに思います。えー、改めて両チームのスタメン、それから戦術的なポイント、まあ、前後半で日本代表、システムを変えましたので、まあ、そこも含めて見どころの多い試合となりましたので、えー、しっかりと戦術的なポイント解説をしていきたいと思います。はいえー、まずは左ホームのドイツ代表433で紹介をしておきましょう。ゴールキーパー手足提言、ディフェンスライン右にキミッヒ、ズーレ、リュディガー、シロッターベックのバックフォー。 エムレジャンのピボーテ。まあ、ただ、君、日が保持の時には、内側に入っていく、ドブレエピボーテの可変システムでもありました。インテリオールにビリツとギュンドワン。前線右から、リロイザナイ、ハバーツャブリのスリートップでした。一方の日本代表ですけれども、4231の布人でした。ゴールキーパー、大阪できました。ディフェンスライン右から、菅原、板倉、富安、伊藤、弘樹、バック4でした。中盤ダブルボランチに遠藤を渡ると森田。 二列目右に伊藤淳也できました。久保は温存ベンチスタートとなりまして、トップ下に鎌田大地、左に三笘、前線ワントップに上田綺世が入りました。 はい。まあ、序盤の見どころというところで言うと、キックオフ直後に日本がどれぐらいプレッシングをかけていくのかなと、まあ、その設定ですよね。ハイプレスを同数で当てていくのか、それともある程度442で構えてセットするのかというところでしたけれども、まあ、キックオフ直後のまあ、開始7秒ぐらいで三笘がここにジャンプして、ズーレに出ていきましたので、まあ、もしかするとこういう形で、まあ、3枚気味のドイツの ビルドアップに対して日本代表しっかりとね、君比がもう内側取ってくるのを理解した上で、えー、3枚で当てていきそうかなと思いましたが、まあその後しっかり見ると、 え、かまがエムレジャンを見ながら、ま、前線に出ていくような4-4-2のセットで、え、日本代表としては守備の、え、オーガナイズをしてきました。まあ、日本代表の守備の設計としては、まあ、まずは、え、中盤の中央のところでの前進をね、うまく、こう消しながら、まあ、こういう形でギュンドアンやビルツに入ってくると、まあ、やはり厄介ですから、まあ、そこの中央を締めながら、え、サイドに誘導しながらということで、まあ、ただ、え、日本代表の、ま、ちょっと守備の設計のところで言うと、伊藤淳也がシロターベックの上がりはかなり気にっ まあ特に、まあ、三笘と伊藤淳也を比べたときには、三笘の方が若干高くて、まあ、伊藤の方がまあ中盤のより守備的な配置には見えましたので、まあ、日本代表、非保持でも左肩上がりに見えるような形でしたが。が まあ、とはいえ、伊藤が、まあ、下がりすぎて、ディフェンスラインに吸収されるようなことはなく、まあ、それからね、白タベックも、それほど高い配置にはしてきませんでしたので、まあ、日本代表からすると、まあ、構えることができましたし、まあ、何より、鎌田と遠藤のところの連携が良かったなというところで言うと、まあ、鎌田は、まずはエムレジャンを消しながら、まあ、こういう形で出ていきましたので、まあ、そうなった時に、まあ、縦パスのコースをこういう形で、鎌田はギュンドアのコースを消してくれるので、遠藤が、 まあその分、エムレジャーに出ていくことができて、まあ、その時に板倉もジャンプみたいなところでの、まあ、3人がしっかりとね、えー、縦にスライドしながら、縦横にスライドしながら、1、まあ、人を捕まえる守備ができましたので、まあ、完全にドイツ代表の左からの前進が、えー、なくなってしまったなと、ギュンドアンも消えたかなというところが前半序盤のポイントだったと思います。まあ、そうすることでドイツ代表はなかなか左からボールを運ぶことができませんでしたので、まあ、横か、まあ、1回手足提言に戻して作りな、して、 直すというような配球になりましたけれども、個人的にはこの展開の時にちょっとね、えー、警戒していたのがあ、どうしてもドイツ代表、人つかまれてしまいますので、まあ、その後逆に人をね押し出したり、うまく配置を変えることで引っ張り出して、日本代表に迷いを、ね、生み出すような。 えー、ポジションチェンジローテーションしてくるかなと思いました。まあそこで言うと、例えばニャブリが内側入って、まあシロッターベックが上がると、まあそうなると多分こういう形でマンツーマンつかなければいけないですし、その時にギュンダンがここに降りられるとちょっと嫌かなとは思って見てましたが、 えー、そういうことは一切せずということで、まあそのあたりの、まあ試合の状況を見ながら日本の出方を伺いながらの臨機応変な戦術的な対応、えー、性、それからベンチワーク、ちょっと物足りなかったかなと。まあそこも日本代表の方が上回ってましたので、 まあ、さすが森安監督、森安ジャパンというね、まあ、それぐらいのもう世界戦になってしまっているなというところが改めて驚かされましたけれども、まあ、あとはドイツ代表の右からの侵入に対しても非常に三笘がうまく中間ポジションを取りながら、まあ、君比がこういうところに、まあ、どうしても移動距離がありますから、まあ、捕まえる、あるいはね、確認してポジション修正する時間もありましたので、まあ、ズーレがここに、まあ、ズレた時には三笘出ていってましたし、まあ、ここをうまく捕まえるというところで、 まあとにかくね、えー、ドイツ代表のスピードアップするような前進をことごとく前半は阻んでましたので、まあ、もちろん日本の失点シーンあるいは、まあ30分過ぎにリロイザネに、猫ね、こう単発でドリブルで仕掛けられて、伊藤博樹が少しね、マ、まあ、ザネに対する、 スピード対応で言うと、ご、えー、手に回ってしまった部分はありましたけれども、まあ、あとはシロターベイクからギュンドアンで、まあ、得点をされたところも、まあ、そこもね、ギュンドアンからビルツに渡って、まあ、枚数がも足りないところで大外ザネがフリーになってシュートというような形でしたので、まあ、単発で見ると、えー、まあ、何本か危ないシーンは作られましたけれども、全般的に前半は非常に、ね、こう、ハイプレスではなかったと思いますけれども、44に非表示で構えて、 まあそこからまただね、引くんではなくてライン設定高くしながら人を捕まえて前向きな守備を繰り出すことができたという意味でも非常に素晴らしい前半だったと思いますし、まあ得点シーンはもちろんですけれども、まあ逆に、まあ前半終了間際には白田ベックのパスミスをね、引っ掛けて上田綺世が手足低減と決定機、まあ3点目をね、前半のうちに奪えたというようなチャンス決定機もありましたので、 えー、まあ前半から非常に日本代表いい試合をしたと思います。はい。まあ後半の日本代表ですけれども、システムを、えー、541に変えてきました。まあおそらくザネと伊藤博樹のところのミスマッチ不具合のところをね、えー、まあうまく消したかったというような。 修正策だったと思いますけれども、まあ、マをディフェンスラインに押し下げて、赤まだを左に持ってきての541の、えー、オーガナイズに変えましたので、そうなると当然なかなか、えー、中盤ミドルサードセットから前向きな守備は作れないので、基本的には自陣から出ていくような、えー、形、低重心にはなりましたし、まあそこがね、ちょっと押し込まれる展開を自分たちで、えー、招いてしまうような、えー、設定にはなってましたから、 えー、後半のスタートのところはちょっと心配ではありましたけれども、まあ逆にいいボールを持たせると、ドイツ代表、なかなかうまく振る舞えないなというところは、この試合でも、えー、後半でも顕著でしたので、まあドイツ代表としては、まあこれだけね、日本に5バックで5レーン埋められると、まあもちろん人をね、こういう形で入れていって、えー、まあ5トップ気味で押し込むような展開はね、うまく作ろうとはしてましたが、まあなかなかそこの前線の、まあ特にサイドのところですよね、まあサイドの、 え選手に前向きで仕掛けさせるような、えー、ボールの配り方がなかなかできなかった。まあ、サイドバックのところの攻撃参加も、ええー、あまりダイナミックではなかったということで、まあ、あまり攻撃活性化しなかったですし、まあ、何より今日のドイツ代表は、まあ、日本代表のハイラインの裏に、いいね、こう、微列なんかかなりこういうところをポジションね、早めに取って、ええー、裏抜きはしてたんですけども、全然そこにボールを入れていきませんでしたから、まあ、そうなるとセカンドボールも作れないということで、 まあ日本からすると、まあこういう配置になったら、まあここに9番タイプ、それこそフィルクルクのような選手が入ってきて、アーリークロスでパワープレイを早めに仕掛けられた方が嫌だったと思いますけども、そういう攻撃もしてきませんでしたし、まあ後半に関して言うとなかなか、えー、ビリツやギュンドアンが、まあ、こういう背後にね、えー、抜けていくようなスペースもなかったというところもありますので、えー、逆に日本の方が、えー、この541の引き込む低重心の守備に馴染んでしまって、そこからね、引っ掛けてのカウンターも、 うまく作り出すことができたという意味では、まあ、後半に関しても日本の方が4局目うまく回せたなというところがあったと思います。はいまあ、後半に関しても、えー、ドイツ代表ビルダップのところで、まあ、なかなかバルセロナで手足低減がこれだけ、えー、パスミスを犯すみたいなところも見なかったですし、 まあ、伊藤淳也がうまく中間ポジションを取っていたというところのね、まあ、そういう圧力、圧迫感があったのかもしれませんけれども、まあ、テアがああいうパスミス併用してしまったりとか、まあ、あとは、えー、まあ前半のシロッターベックや、まあ、最終的にはね、変わって入った5センスのパスミスをね、ここに引っ掛けられてみたいなところで、 まあ、日本がうまく立ち振る舞ったのは間違いないんですけれども、やはりビルドアップのところ、後方でドイツ代表、かなり不安定だなというところをね、露呈しましたので、まあただ、そこは、えー、ね、ミスを発生させるような、誘発するような日本代表の立ち位置であったりとか、まあ、守備の圧力があったという意味では、まあ、あれだけドイツ代表の選手たちを追い込むことができる日本代表の今の立ち位置ですよね。まあ、ここの選手の、えー、レベルクオリティ、間違いないと思いますので、まあ、ドイツ代表の平合感の面々とねこう比較をしても全く遜色ないどころか、もうメンタリティ的には。 俺たちの方が上だぜというような、えー、間違いなくメンタルでプレーできていると思いますし、まあ、本当に冒頭にも褒めましたけれども、まあ、富安であったり遠藤るの守備のところの対応力、まあ、そしてねこう入れ替わりのところでいうとどうしてもえ相手にね囲まれる局面を見事にワンタッチで剥がしていくような、まあ、逆にポジティブトランジションのところでのワンタッチのヘイフィードの質でいうと富安、遠藤渡る抜群でしたよね、まあ、そこはドイツ代表に全くなかった、えー、本当に日本代表らしさだと思いますし、まあ、日本代表は完全にそこでいうと上回った部分だった。 と思いますし、まあ、最終的に、えー、5 4 1で後半、えーまあ、ドン引きで守りきるというよりもむしろ、えー、カウンターで攻めて、まあ、日本の方が決定機ありましたので、まあ、90分それからアディショナルタイムの92分に、まあ、朝の田中青で。 え、ダメをしたということで、改めて、えー、痛快な解消敵地での貴重な勝利ということで、もちろんね、え、国際親善試合でありますけれども、文句のつけようのない、えー、日本代表の凄まじい素晴らしい内容、ブラボーブラボー連発の、えー、大勝利だったと思います。ということで、今回もご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。朝ラプロクシマ、気持ちいい朝ですね。良い日曜日を。